ポートリバーズの人生はポリバケッツー きますはいどうぞはいこんばんはこんばんは堀田哲ですうん 病欠ですかってあのー、あれですこの放送中にもお話ししますが今月でポートリバーズの「人生アップリカ決」卒業するので急,急なんですけど <laughs> で残り今日入れて3回放送だけどあの私1人でやる感じになるので皆さんメッセージあのー。 お願いしますねそうえー、ってついキャスでですよねえ <laughs> びっくりですよね <laughs> もう FMB の <laughs> 1 FM ワンさんサンドウェブヒューマステージすごいおしゃれなリスナーの皆さんもねフェイスブックとか SNS とかではそうやって今日行ったけどまあえっ、はい じゃあ間もなくいまポートリバーズの人生はポリバケッツはい、こんばんは、えー、8月16日午後8時3分25秒、室内温度26度、湿度23%。 今日は湿度がそんなにでも今日涼しい今日は人数少ないから <laughs> <laughs> あそっか、はい、先週はあのシ、ー、ンと下田がはい、はい、途中参戦の最後までいたからその時にはにすごかっただろうね、はい、<laughs> 下田のあの天然パーってあれ天然パーマなのかな <laughs> 絶対天然テンパーだよなあんなパーマ当てないよね <laughs> いやいやそれはちょっと僕は湿気で結構収まってたのかもね <laughs>、うん、じゃあ、はい はいえー、今日は78回目のポートリバーズの「人生はポリバケツ」ボーカル、ポーートリバーズボーカあさみです、1人です、あのですねそう、ツイキャスでもちょっと相方さん、病欠なんですかとかって来てるんですけども、まあ、先に言っとくと、えっと今月の放送をもってポリバケツポートリバーズの「人生はポリバケツ」卒業します。 はいあのー、これは嘘でもサプライズでも何でもなく本当です、で、あのですね、えっと立つのはもう先週、から先,先週体調不良でお休みしたんですけど、まあ、残り3回、もうもう自分一人で、朝美一人でやっていきますので、あのー、ツイキャスの皆さんも。 リスナーさん、今聞いてる皆さんもリアルタイムでもいいのでどんどんメッセージくれたら助かります、1人で1時間は、うん、まあ、でも何回かね1人で1時間やってるけど、はい、すごいなんかゆるゆるな感じで <laughs> あの適当な感じなんですけど <laughs>、まあ、まあそういうわけなんで今日が78回目でしょ。はいで 今日入れあと3回ってことで7980キレがいい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 の100回ぐらいだよねたぶ百100回とかなんかスパッといったみたいなのど越しがいいビールビールですねそうですねビールの気分ですねいやなのでまあ今までこの支えてくれた支えてくれたというかねずっと あのー、力になってくれた FM ギノワンのスタッフの皆さんといいそしてスポンサーのあのー、ヒギノワンヒューマンステージ山田さんと<っ>サードウェブの浜田さんさんポートリバーズが所属している事務所なんですけどサードウェブの社長、はい、なんかもうすごいお世話になりましたあとまあ今日入れて3回ですけどねで毎回聞いてくれてるリスナーさんだったりメッセージくれて書いてくれる皆さん ね、本当に、あのー、楽,し楽しかったです、まあ、でも、まだ終わってないのであと2回、今日入れて3回全力で楽しんでいつも通りゆるーくまたありやっていきますので、あのー、よろしくお願いします。はいということで今日ね、ね仕事中にちょっと勇気あることしたんだけど。 私、漫画倉庫で働いてて、はい、このレジ今日、レジ今日レジ今日レジジっていうかレジ担当する時が多いんだけどお客さんが洋服逆に着てるわけ <laughs> <laughs> 買い物に来たお客さんが買ってきた服を試、はい、着して逆にしてるとかじゃなくてもともと着てた中のインナーみたいなタンクトップみたいなのをもう思いっきり裏返しに来ててしかも、前後ろも逆で。 なんかこの首元にサイズの何 S とか M とか L とかがあるさ、はい、それがもうバーンってもうネックレスの飾りかのように真ん中にあるわけ <laughs> あでもこれって教えてあげた方がいいでしょうってあっちはもうすぐ思って、はい、あでお会計終わった後ぐらいにあのあお客様なん中のインナー反対に来てます。 来てしまっているのであの試着室で裏返し直してからあの帰っていただいて大丈夫ですよとか、ああ、やばいみたいなでなんか今からデートだったからやばかったみたいなあ教えてくれてありがとうございますみたいな、えー、めっちゃ、なんか半泣きぐらい喜んでて、えー、超恥ずかしいところだったとか言って女性の方だったんで,すで。かなんか たまにねなんかシャツとかを逆に着てしまって、はい、もううななんかなんかていうの全部もう総柄のなんかこう逆にし,して,き、ま、して着ててしまってる人おばあちゃんみたいな人はよく見るんだけど確かにいますね <laughs> カーディガンとかさの、はいはい、この中のインナーは初めて見たもんで、はい、あまあでもね自分がもしそういう間違いがあったら、うん、行ってほしいから。 言おうと思って勇気出して行ったけど行って正解だったっていうねいやもう喜ばれると思いますやはりもうそれで多分デート行ってたらええー、ってね、はい、彼氏からねでも逆にそこがチャーミングだなって思ってくれる彼氏さんだったら素敵ですよねでも恥ずかしいよね一応ね一応一緒に歩いてると恥ずかしいなっていうのはあるかもしれないですけどね,ねちょっとなんか笑い笑いを取ってくれる彼氏だったらいいけど、はい、なんかええー、んか、うん なんかアファーみたいなことだったらでも、そうそうそう言ってよかったなってなんかこういう人がちょっとなんか間違いっていうか、はい、こんなのしたときに行ってしまう癖があるわけ注意っていうかうんあなんか例えばリュック背負っててスカートがちょっと上に上がってしまってるとかなんか明らかにあのおしゃれなのに。 このリュックのなんかか重さなのか、はい、多分トイレ行って出てきてひょんってリュックしょった時にスカートがペロンって上がってしまってこれ誰も教えてないっていう状況の時とかも,もう見ず知らずの人だけど自分は言ってしまうわけあんもうなんかあちょっと直しましょうねみたいな、はい、とか東京住んでた時に あの電車電車の中で、目の前に満員、まあ、電車だったんだけど目の前の綺麗なお姉さんのこの肩出しなんかノースリーブみなんかキャミみたいの着て,て肩にもう蚊が止まってるわけ <laughs> でトッシさんにバンって叩いて <laughs> この人からしたら超ビビるさ何急にみたいな <laughs> でそこでもう死んでしまうわけ蚊は血別調になって。 あかがいてすいませんみたいな,なかあーああみたいなで、なんか自分の持ってたなんか変なタオルでなんか一応拭いてあげてでも、なんかちょっとその時は失敗したなーって感じなんかあ言ってくれればいいだけですよみたいななんか綺麗な肌にこんなのがみたいな、うん、でもとっさにこんなのやってしまってそれは勇気がいるっていうよりかはもうとっさの反応で。 なんかこういうのが最近よくあってからまあこれ今のは東京時代なんだけどだから、ちょっとこれねなんか来週のテーマこういうことをなんか勇気あることっていうかう<ー>ついついこう言ってしまうことみたいなのにしようかなと思ったけど僕はもうあれですよもう街中でちょっとやんちゃしてる子たち見かけたらすぐ注意しますマジで。で、はい それはできないなあちょっと何やってんのてやんちゃって何どこまでがやんちゃなのあもうそれこそあのあなんか中学生がよじトイレの上よじ登ってるとかああ<ー>学生がタバコ吸ってるとかああ<ー><れ>注意するんだあ見えないところでやれって言いますへえ<ー>、はい、そうなんだあでもそれは一応男気があるなんか学校の先生みたいななんか、はい、あのー、逆に できない大人がが今増えすぎてそれ見てて嫌なんです見て見ぬふりっていうかでもキャンさんいくつだっけ30ですああまあ大人だね大人ですよ見た目的には大学生に間違いなく感じますけどねね確かにでもこんなチャラチャラしてる人に言われたら子供たち結構聞いてくるじゃないちょっと逆に怖いのかもね見た目がちょっとチャラいからねはい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 というわけで今日のお題お題 ーね、トークテーマ、カラオケです、皆さん、カラオケ、はい、好きですかね、嫌いですかね、好き嫌いいっぱいあると思いますけど、あのー、点数、得点ゲームする人もいれば採点ゲームする人もいれば、しない人もいれば、いろいろだと思いますけど、はい、あツイキャスで、えー、もう来週のテーマとか言ってるけど、<laughs> じゃ今日はこの冒頭の流れで今、来週のテーマ。 ノリで行ったけど来週のテーマは違います、はい、違うのにしますひふみさん <laughs> <laughs> はい来週とかじゃなくて今日今日はカラオケカラオケ,カラオケのあれこれについてメッセージお待ちしてますメールアドレスは 797-FM ギノワンドットコム 797-FM ギノワンドットコムユーストリームとツイキャスサイマル放送もやっています リスンラジオで FM 祇野湾を選んで聴いてくださいパソコンでお聴きの方は FM 祇野湾のホームページにも再生ボタンがあります完全に同じ放送をお楽しみいただけますスマホでお聴きの場合は無料アプリリ「ッスンラジオ」で聴いてください全国のラジオ局から九州沖縄をクリック FM 祇野湾を選曲してくださいメッセージたくさん待ってますよ読める限り読めますよろしくお願いします はい、この番組、この番組はギノワンヒューマンステージとサードウェーブの提供でお届けいたします CM ですひいふみさん、そう論理放送な、あの今月で終わるんですよ、この番組で、そのあと二回なんだけど今日入れればあと三回なんですけど あの私一人で放送するもんでラストまでもだからあのメッセージお待ちしてますって言ってるわけ、うん、<laughs> はい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 じゃあ L 見てみ全然なんか沖縄雨降らないねそうですね、うん、今年はもう本当にまた空ですごいね これはえー、っとあ、受付です。あ、十枚です。はいはい。ちょっと後で伺いましょう、ね。はいはトリバーズの人生はポリバケツ。はい、七十八回目のポリバケツです。今月でポートリバーズの人生はポリバケツ卒業します。 今日を入れてはいラスト三回一人で放送しますよろしくねーはいじゃあ、えー、今日のトークテーマ、えー、カラオケということでメッセージ読んでいきますこんばんみポリコネームはつみはちみつ次郎ですおひさひぶりぶざえもん <laughs> お題カラオケ 16歳から25歳まで月2回ぐらいカラオケボックス行ってました<ー> <laughs> 16歳から25歳まで月2回ぐらいカラオケボックス行ってましたなんかあんまりツッコミようがないでも26歳超えてから年に1回行くか行かないぐらいになり、はい、もう行ったとしてもスナックのカラオケ<ー>歌うのは「かぐや姫」<お>「チェッカーズ」はい「風」など。 親の世代の曲しか歌わなくなりました風って何誰<風>かぐや姫はわかるわけ、はい、チェッカーズももちろんわかるし風,風嫌いじゃないんです僕の胸でおやすみなさい虹色の雨ブルーホワイトの横浜ギザギザハートの子守唄<ー>どれも大好きな曲けどたまには最近の曲を入れたい、うん だけどもう何年経ってるかわからない古くて分厚い本の中から新しい曲がないのママさん新しい機材入れてください <laughs>、はい、ありがとうございますママさんってこれスナックのままねああもう何年経ってるかわからなくて,て古い分厚もうそこから新しい曲がないってことね ないんでしょうね,そうだね本から探さないといけないうんうん、うん、まあでもスナックって結構そっちの方が多いは多い気はするけど、はいえー、もう月2回ぐらい16歳から25歳までは行ってたってなんか結構普通じゃないあっち結構行ってた派だから <laughs> 確かにカラオケ好きな方は結構通いますからねそうだねふんいなこれ分かんないですね かぐや姫かぐや姫かぐや姫も分もかるしなんかうちの親もすごいかぐや姫好きだからギザギザハートの子守り歌とか懐かしいなでも大好きな懐かしいですね。この「はちみつ二郎」はいくつだっけなまだもう 30, 30代行ったのかないってなないはずまだ20代ぐらいの。うん はい、じゃあ次いきます、はい、ポリコネームかがしら2時50分さんありがとうございますありがとうございますこの番組が今月で終わりと聞いて驚きました寂しくなりますはい、はい、すいませんありがとうございますさて以前に私は1人カラオケをするとお話をしたと言いますが、うん、ああのー インントネーショが間違えました一人カラオケね、い。一人カラオケ、ケ。人からね、いわゆる、はいするとお話をしたと思いますが、その一人カラオケの楽しみ方が一つ増えました、はいそれはダムの新しい機器にあるボイストレーニングです、すごいね、そういうのがあるんだ、進化してますね、分野はさまざまで、自分が挑戦したいところを選択します。 最初に見本の声を聞いてから見本通りに発声していきますへえ終えると合格か不合格の判定が出ます、はい、私はこれを約1時間くらいやってました、はい、最近の精密機器がしっかりしてるのでなかなか合格点が上げられないですねだからこそ面白,面白くてハンマりますリスナーさんもカラオケボックス来たらぜひ試してみてくださいって ありがとうございますこれはちょっとやってみたいですねなんかあれだねい何点からが合格点なんだろうですね合格か不合格の判定が出ますなかなか1時間やっても合格点が上げられないって<ー>相当な、はい、あれだよね厳しいやつだよね採点 <laughs> まあ今でも精密採点とかも結構厳しいじゃないですかうん割と細かいところまでチェックしてるのであれでもさ あのー、カラオケ行く時はよくその採点現場で遊ぶんだけど、はい、なんかちょっとその人の癖とかが出たら低くなるよね逆に癖を評価して高くなる場合もありますよそうなのしゃっくりとかしゃっくりって言うんだしゃっしゃっくりしゃっくり <laughs> ゃしゃっくり <laughs> ウエーンっていくやつだよね、はい、しゃっくりとか<ー>ビブラートとかあ<ー>そういうのを拾ってあの加点していく場合もありますなんか例えば うんだそうそうとかで古いアルバムめくりってあるさ、はい、自分はさ癖でだからふーなんか下から上に行く癖があるはい,は,いはい。でもカラオケのあれってふーってい,いっ1一個のんさパーンって当てはまらないといけないみたいなんはい、はい、んかあじふーって言ったらもう <laughs> あそこで限定されるそうでなんか ちょっと去った土曜日にあ日曜日か十三日にカラオケ大会があって、はい、ライブでねなんかアーティストだったり芸人だったりいろんなこのジャンルの人がカラオケを本気で歌うっていうお祭りがアウトプットであったわけ。先週お話しした<そ>例の。そう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 であのグローブやったわけよ。よグローブのフェイスっていう曲。あ、はい、あ懐かしいですね。鏡に映ったあなたと二人。<laughs> でこの最初のイントロが。はい 太陽がなんだけど、はい、もうはめるために多分あず太陽がの」っていう癖があるわけ、はい、ウィンウィンっていくのがこれをあちょっとうまく点数が出るためにはこのしゃこれがしゃくりっていうやつなのかなしゃくんで防線で歌うようなでも抑揚はつけてみたいなでもあれやってたら一応勉強になるんだけど。 超難しくて使い方が深くなりますよねうん、うん、いろいろと。でなんか原,原曲キーでずっとあのー、練習とかしてたんだけど <laughs> 一応 <laughs> だけど <laughs> 本番の時はキー設定ができなくてもう原キーあれ稽古プラス2だけどもうそのままの標準キー標準キーだからそれよりもマイナス2さ 2>、はい、なんかすごく なんかさ余計歌えなくてからさび<ー>とくが僕も元気でしか歌えない人間ギリギリラインの方が、はい、なんか勢いでいけるみたいな感じだったけど、はい、まあでもすごい楽しかったそそうそうカラオケだから最低限今度あれしてみようかなボイストレーニングしてみようかなう、ね、ダムの新しい。<laughs> 多分あっちも1時間以上やってもこの合格点とかならないとも自分最近ちょっと声が出ないなと思ってるんでうん、うん、やってみたいなと思いましたへえー、そうなんだはいまあっと面白そうだよなはいじゃあ次いきますか、えーはい、あこれはピーチキャッスルのお二人でしたはい記録がついてるやつねえー、ポリコネームミールありがとうございます ポリバケツ終わっちゃうんですかツイッター見てびっくりです聞くだけリスナーが多かった私ですがお二人の掛け合いが大好きでいつもたくさん元気をもらって楽しく聞いていたので <laughs> あと3回しか聞けないと思うと寂しくなります <laughs> って泣いてるねこの絵文字が僕もその一人ですそう言ってもらえて嬉しい楽しく聞いてもらってたんだったねはい、はい、テーマカラオケこの前友達とカラオケ行った時にポリバ歌いましたお 嬉しい帰り道だねうん500円ずつ集めて精密採点で一番高得点を出した人がもらえるってゲームをすることになりはい、はい、張り切って歌ったけど3位でしたあー残念ですね6人いたのでもし1位だったら3000円ゲットできてましたおお面白いゲームだね500円はでかいね一人大きいですよアーチーさん達乃さんとカラオケ行ってみたいですめっちゃ楽しそう であなんか採点のなんか写真写メまで送ってきてますねねえこの結構な高得点ですよあ,あのポートリバーズの「帰り道」はいはい、歌ったのが89.981点はいすご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 いと思うよで、えー、あと一個が「ホイフェスタ」の「ななんだかホイフェスタ」の「フライングステップね」ね懐かしいね、はい、フライングステップですねあののー、ホイフェスタっていうのは ポーートリバーズやる前の私のバンドで、はい、あの自分がボーカルでこのフライングステップあの生まれて初めて作った曲って言えばいいのかな「あのー、I love you, I need you, I want you, 響け」っていうね明日あなたのもとへっていうすごいなんかなつインディーズの時の曲、はい、懐かしいです曲,曲です、はい、なんか CM とかでも使われてたんだけどえこれ カラオケで歌ってミ九十91.517点すごい90点超えフレーズのつながりがとても上手でとにかくとても上手ですこちがさちっちゃくて読めないとりあえず上手なんだよ <laughs> へえ<ー>こんなの嬉しい、はい、ありがとうミール帰り道がねあともうちょっとで 90点いっていってたんだねそしたらもう分析レポートも入ってたんでしょうねーーすごいでもさ、はい、これで3位なんだよ超レベルの高いカラオケ大会だねそうですよね1位の人とか何点取ってたんだろうすごい僕この前あの結婚式の二次会でカラオケ大会やって、うんうん、XJAPAN の「くれナい」を歌いまして86点を取って2位でした <laughs> <laughs> あマジかはい元気でやったの元気でやりましたやばじゃ元気しか歌えないです のどやばくないあ結構あのハイトーンボイスは出しやすいんです叫ぶ系はうん、うん、それ以外の歌が歌えないっていう話マジか、はい、へえすごいねなんか男の人の高い声なんか確かにもう x ジャパンは超喉がはち切れそうだよねあれを歌うようになってからいろんな歌を歌えるようになりましたねうんテルとかもね、はい、グレーのねそうです ちょっと甘く歌うのはちょっと難しいです僕にはだからシャウト系が出しやすいですあのあっちは歌もん系は例えばゆずとかさあもう小袋とかさ難しいですあああの辺はねそうなんですよだからエグザイルとかも歌えないですねああなるほどねあの本当に暴れるそうですねだから女の子にモテないモテないねモテないです 男には持ってますけどね、はい、じゃあここでポートリバースの曲いきましょうか、はい、今ミールが歌ったって言うんでこれ曲いきましょう最後のはいポートリバースで帰り道聴、はい、いてください 1, 2, 3, カラオケ僕も大好きなんでああ 最近はちょっと D. J. ばっかりやりすぎて、歌う機会なかったですけど。うん、そうなんだ。は,い、<laughs> はい。はい、ツイキャス、ツイキャス戻りました。あ、もみさん、もみさんいるの、まだ、まだいないね。まだ来てないですね。うん、<で>こんな、こんなに限って遅いんだろうな。いや、もう多分、50分ぐらいに入ってきますから。<laughs> <laughs> ゆうみさん子供みたいなの今月いっぱいで終わるって嫌だ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 ー <laughs> でもこんななんかくだらないあの私たちの話を1時間も毎週聞いてくれて本当にありがたいですよ、ね、いやいや楽しいですよとてもすごい自分も楽しかったはい普段はどこでライブしてますかって北海道のるさん普段は どこでライブしてますかかなんか最近はあさっき言った話がアウトプットでしょ、はい、その前はあの病院の中で病院の納涼祭、はい、アコースティックバージョンでアコースティックバージョンの方がなんかバンドで多くなってた気がする最近はバンドスタイルっていうよりかはあとはあの、なんだっけな えっと浦添市の成人式とかもアコースティックで出させてもらったし、出たし、か普段はどこでライブしますかって、結構そんなに今ライブしてないもんで、どこでだろう、まあ沖縄のヒューマンステージとかなのかな、全然やってないな、ライブ活動。 結婚式では歌ったりしてますけどね。うんまあ、ゆるい感じであのやってますよ。ひいふみさん、今日、ごっくん帳じゃないんだ。うんうん。あ、下にあったと思いますよ。ごっくん帳あ,あったと思ごっくん帳あったと思いますあうんですよ。あ,、はいあ、今日はやばいっす。あのー、ごっくん、ごっくん、ごっくん帳みたああ、しつこいやつだ。はい。あ、そうだ。今でも。 私に撮っとかないと。そうですね。あと一分ぐらいで曲終わるんで。曲終わったらマイクあげますね。はい。はい。縦でいいですか。はい。では撮ります。はい。チーズ。ちょっとですね。ピントが。はい。はい。ありがとうございます。はい、ちょっと暗い影入っちゃってますけど。はい、カバン。これなんか。 携帯のサイズと…カバーのこの穴が合ってないですよ <laughs> やっもう終わるっていう…次の CM とかでやろうかなもしくはもうあの放送中に僕に振ってもらえればいえ <laughs> <ー> <laughs> って放送中に写真撮っちゃうっていうこのチーム… 1月16日、ポートリバーズの「人生はポリバケツ」78回目です今週のトークテーマ今週、今日のトークテーマカラオケということでカラオケのあれこれメッセージ読んでますよーはーい、えー、引き続きメッセージ読んでいきましょうか、まあ、さっきも言ったけどあのカラオケ大会楽しかったな。なんか、はい、あのー 初恋クルマニオも出てたよいやもう僕, <laughs> 僕最高だよね本当に行きたかったんですけどああそうなんだもうその日仕事入っててああすごいなんかメンツが面白かったいやー絶対行きたかったな、うん、またやってくださいよもう本当にあの何、ー、だっけ、うん、名前が思い出せないけどみんな面白い人たちだった <laughs> <で> <laughs> うちはあのー、先週来てた、はい、ゲストで来てた、まあ、チーム真だったんだけど 真のチームでもうチームの結束がすごいわけよ <laughs> このチーム対抗戦だったわけです、ね、そうそうチーム対抗 3, 3組3チームに分かれて真と下田とあとアウトプットの店長の上津さんの3チームに分かれて、はい、でそれぞれ何組かで出るみたいなでこのリーダーたちがじゃんけんで順番決めてそれでなんか競っていくみたいなでカラオケのこの スクリーンが出てくるわけちゃんとだから歌詞も出てきてでそれでお客さんが採点をするっていう、はい、それのあのー、優勝チームにも素敵な商品があったし景品があったしでその中からまた MVP も決めるわけ MVP 決めてまたそれも素敵な景品があるわけで優勝したのはチームウェズだったわけウェズさんのところ初恋クロマニアン クルマニオンがいたところがお笑い芸人が結構いたところだね<ー>で自分なんかチームは2位で、あのー、3位が下田でで下田ももう裸になって「るなし」あのー、歌ってたからね裸でルナシーですか <laughs> うちのリーダーは「嵐」歌ってたし、はい、もう最後はなんかちこの祭点 した何、あのー、ね集計みたいなの撮ってる時間の時には,はい、はい、お客さんが飛び込みでカラオケもできるわけ<あ>そうお,お客さんも飛び込みでカラオケしたり、はい、もう自分はもう、まあ、お酒飲みながらやっても楽しい気分になってたから同じチームのちかちゃんっていうことこの子はタワーレコードの店員さんだわけ。タワーーレコードの店員さんで この前やってたバンドのホイフェスタのめっちゃファンでいてくれてて当時は高校生だったわけっていうことを同じステージに今こうやっていてで最後、このノリで2人でスピードを歌うっていう,う <laughs> いやもう最高ですね <laughs> なんかもう今30歳になったって言ってたけどうんなんか一緒にできて楽しかったな<あ>で<え> MVP は私たちのグローブだったんですよ <laughs> 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 そう 楽しかったすごいなんか歌えなかったけどでも楽しかった <laughs> 気持ちよかったですよはい、はいはい、じゃあ引き続き読んでいきます「たびたびこんばんみポリコネームはちみつじろです」を2通目 2>, 2通目ありがとうございます,います最初に送ったお題途中で話しきれたまま送ってましたえそうだっけなんか読み切った感があったけどな私はそうでしたよね <laughs> なんか読み切った感ありましたよね <laughs> はい もう一つお題「カラオケ」先日福岡から大分まで車で約2時間半の移動運転中眠らないように歌いまくり僕の今年一歌った日「ん、うん、今の車はカラオケみたいなタッチパネルだしカラオケ好きな人が発明したのかな?」てなぐらいいいドライブができましたおおそもそもカラオケは日本が生んだ極楽の一つあそうなんだ そうです初めは恥ずかしくて全然音程が合わなかったカラオケ選曲でまた知り合うことができる彼女とのカラオケ、うん、<laughs> 職場での空気を読みながらのカラオケ <laughs> ストレス爆破しそうになって初めて行ったカラオケ、うん、おかげで悩みもぶっ飛んだだけど1人は高いんだねあ1人でカラオケ行くと高いの なんか逆に安そうなイメージがあるんだけど。場所、あ、でも,も福岡ってあったんで、本土だからじゃないですか。うんま本土でも一人カラオケ専用とかだったら、安いと思うんですけど。関西のジャンカラとかね、はい、すごい安いんだけど。今どうなんだろう。東京にいた時も、まあ、あの。まあ、ギターの練習しする。あれで、一人カラオケよく行ってたけど。いくらだったかな。一時間いくらなんだろう。えー、高いんだ。 沖縄とかかめめちゃめちゃゃ安いですもんねそっか後輩が曲についてこれない自分の歳を感じたカラオケ逆にラップじゃない早口な曲を熱唱する後輩に弾く自分 <laughs> 結婚式の2次会とかで同期で行った時懐かしい曲に共感できる喜びを感じたカラオケ、うん、<laughs> めっちゃカラオケの思いですごいない <laughs> いっぱいありますねこれで歌できるんじゃん俺ってカラオケ大好きなんだな そういえば昔あったんだけどカラオケ屋で高校生の時よく朝までセットみたいなのがあってみんな歌いまくって後半疲れてそのままカラオケでよく寝てた懐かしい青春お<ー>終わりありがとうございますんーでもこれカラオケ屋で寝てたってことは24時間のカラオケなのかなまあもう閉まるまであお店が閉まるまでもうそこで寝てて<で>あので、ね、お店の人に怒られて帰るっていう。 パターンなのかああ、えー、どんだけ <laughs> 絶対歌いまくって疲れてるんじゃなくてこう酒に酔って寝て寝るだけでしょ <laughs> まあでも高校生っていうのがミソですからね <laughs> あそっかみ見つかったら怒られるやつですよ今だから言えるやだから今だから言える過去の <laughs> やんちゃん時代んでもなんか福岡から大分までの2時間半の移動中この歌いまくったのは楽しそうだね面白そうですね面白そう なんか自分も車中ですごい超大熱唱したことがあるけどお父さんが運転しててで妹と2人私、後ろに乗っててジュディ・マリオを爆音で流してアルバムをで窓を開けて夜だよ、夜中なんか、あの夜釣りに行こうつってそこに行くまでなんか夜さ。 夜なんだけど高速道路、まあ、裏据えから巨田までバーって車走らせて窓開けて超爆音の大,大熱唱するっていう超気持ちかった 2>, <laughs> 2時間半はないけどそういう感じなのかな、まあ、まあでも車の中で僕も車の中でよく歌いますよ、うん、やっぱ声を作るためっていうかあ<ー>もう温めないといけない時は歌わないとできないんでそうだね <ま>はい、はい、じゃあ次行きましょうか結構今日たくさんメッセージくれてるそ、ね、ありがとうございますメールが多いです、うん、CM 行くタイミングとか教えてくださいねはい <laughs> もう合図しますので、はい、いきますはいサいあーちゃんたつに皆さん番な何て書いてるのバンなんとかのホットフォーティーチャーの前奏が大好きあバンヘーレンねはいはい、はい、ポリコネームパピプペヒーフーミーレスごっくんちょう 長い埋設ですいつも <laughs> してギノマンは雨降ってる那覇は降ってないよ爆笑,笑カラオケといえばうちの両親昔カラオケスナックやっててえ俺の中2の時のクラス会はそこでカラオケパーリーやって近藤マッチの曲でマイク振り回したら「断線」<laughs> えっていうか 両親カラオケスナックやっててそこで中2の時にクラス会やるってだめじゃない <laughs> あ、でもこれ昼間<や>昼間とか、はい、場所借りてってことです、ねとかもあまあ、親がいるから余計安心なのか、はい、ふーんマッチの真似したら断線 <laughs> 音に苦された <laughs> ポートリバーザー歌歌って苦されたことなんてありましたで爆笑、はい、ありがとうございます。はい だバンヘイレ読めんかったあーちゃん、ターツに皆さんでターツはいませんあ,あーちゃんだけですよろしく <laughs> 歌を歌って苦されたことうーん、苦されたこと苦されたことはないけど、苦されかけそうになったことはありますよあのヒューマンステージの山田さんに <laughs> <laughs> 昔さ、怖かったんだよあのやさおな <laughs> 山田パパ。 もうホイフェスタ時代は本当にこの人目も合わせてくれん <laughs> あのやばいもうヒューマンステージライブが本当に多かったんだけどあとジャンク高砂ていうところが。<はい S 1> でもヒューーマンステージ このジャンク高砂のほえもさんとかはすごい優しかったんだけどもうヒューマンステージになると山田さんあー怖い怖怖いこん怖い男のおじさんお怖いおじさんに会いに行くみたいな感じのちょっとドキドキ感はあったね <laughs> なんか何もわからないで <laughs>、はい、一応素、ど素人の自分だったからバンド経験したことない初ライブがヒューマンだったわけよ。でマイクも マイクを落ととししてしまったんだったかかリハとかで、はい、それでなんかその場で怒るとかじゃなくてリハ終わってきてボーカルだってこんなマイク落としたらんダメなの分かってるよねみたいな感じであっすいませんみたいなでももう本当にそれが人生のこの歌生活の中でこのスタッフに。 もう殴られるかなって思うぐらいすごい怖かったから <laughs> 今は超優しいんだよ昨日もうあっち一人でヒューマンステージって山田さんと4時間半飲んでるからね逆に言えばその時の優しさなんじゃないですか今からもう絶対ここ売れるからその外に出た時に他のスタッフさんに対応困らせないようにそうかもだから24の時にバンド初めて組んだのがホイフェスタで、はい、それまで全然こんなね機械って マイクとかもわからないもんで、はい、その時になんかいろいろまあ教えてもらいながらやったとは思うんだけど山田さんにでももう怒られたイメージしかなくて怖い人っていう感じ、うん、そうそうああ<ー> <laughs> ごくんちょが来たごくんちょさんが、うん、来ましたねでも今は大好きですよ山田パパ苦されてもないけどねはい,はい、はい、じゃあ次いきますか えー、ポリコネームくにちゃんさんありがとうございます何今月で終わるマジっすかせっかく面白い放送を見つけたのに私が放送を聞き出すと番組終わるよねごめん悪いねでも本当面白い番組だよ宮崎からリスンってありがとうございますありがとうございますもうねくにちゃんさんあの聞いてくれたその時からメッセージも毎週毎週送ってくれて、うん あのー、冷や汁のね、話から始まってね、すごい、ああ、でもこれ、これちょっと泣きそうなメッセージですね、うんで。ごめん、悪いね、私が放送を聞き出すと番組終わるよねって、そういうことがあるんだろうね、過去に。くに、まあ、<laughs> ちゃんさんがはまり出すと終わってしまう番組があったってことでしょ。<laughs> <laughs> 爽よかったですかはね。そして9月からはねまたあのサードウェブの別のアーティスト今大活躍中のスタブナインっていうね3人組の素敵なアーティストが今沖縄でもバンバン CM も流れてるしもう3人の歌声すごい素敵だからスタブナインが今度この枠で毎週水曜日夜8時から9時の枠であのー。 スタブラインの番組でラジオを持つのでその時もクリンちゃんさん応援よろしくお願いしますねそうですよ、皆さんそう9月から,ら9月って言ったら何日になるのかな9月は水曜日なんでまあはい次いきますかポリコネームよぎしこジャパンを久しぶりありがとうございます最終回まで頑張ってくださいね。 アサミの来年の水着カレンダーの注文まだ間に合うと聞いたのですがまだ間に合いますか <laughs> おお、どっから聞いたのまだ間に合いますよ今取りだめしてるところです <laughs> 本当ですか <laughs> 僕も注文しますよ <laughs> あのー、何かねあの武田久美子は何だった武田久美子はあでも世代じゃないか武田久美子はあれなんだよ貝殻 ハマグリじゃんハマグリはちっちゃすぎかシジミじゃんもっとちっちゃいじゃないですかヤバ <laughs> <laughs> いぞ放送できないですよ <laughs> はいあっちもシジミサイズですからそれでいいんだったらあのあのお金持ってきてください <laughs>、はい、ガソリンスタンドの静電気除去パッドぐらいの大きさがいいねガソリンスタンドの静電気除去パッドってどれぐらいあのー、こうて手で触る あれ丸みを帯びてるああの感じね <laughs> へあれでかいんじゃない特製番組特製目覚まし時計プレゼント希望ってありがとうございますあのこうやってさガソリンスタンドの静電気除去パッドぐらいって言ったから思い出したんだけど、はい、短大の時にあの女子寮に住んでたわけ、はい、で同じ女子寮の子が もうあれ何サイズなんだろうね、あのブラのカップがもう小学校の体育着の赤白棒みたいな大きさだしてるわけわわかかるる <laughs> あ、あ気がしますの本当にハンバーガーとかじゃなくて、はい、ビッグマックとかじゃなくて、はい、あのー、ほら、干すさ、はい、洗濯して干すときにめっちゃでかもう頭がって入る 帽子はい <laughs> あのー、正直僕の家は我が家はそういうのがゴロゴロしてるんでええそうなの僕はだから逆にトラウマですよやばーなんか金魚すくいでもできそうなぐらいの本当に大きさだよいや<で>もう金魚すくいどころじゃないですもう魚釣れますよ <laughs> <laughs> もう巨乳爆乳でも <laughs> なんかあのすごい美人でだ、はい、から細いのに <あ>おっっぱいいいだけが大きいっていうああすごい素敵なそういう,こう同級生がいたわけですよはいっていうねこういう話い <laughs> <laughs> 旦た CM いきますか CM いかないとそろそろあれじゃないそうですねじゃあ、はい、メールがまだ残ってるので CM 明けにメールは読みます、はい、では一旦 CM にーい行きましょう CM でーす いやーなかなかでも、うん、面白く進んでるんじゃないですね今バンドみんながメッセージ結構書いてくれるもんで今日のやっぱりツイッターとかでの、えーうん、あれ見てくれてからのが多いですかねうん、そうかも。 何なんか娯楽極楽って言って笑ってるけどあっちなんか極楽って言ったああそうあの何何日本が生まれた娯楽っていうの極楽って呼んだんですか日本が生まれたあ日本が生んだあのカラオケは日本が生んだ娯楽ああ<ー>日本が生んだ極<ー>楽,楽って呼んでましそんなの聞き逃さないない, <laughs> いやラジオですからねラジオの皆さんは聞いてるのがあ,<ー>あるんですか,ですか映像じゃないですか <laughs> 日本が生んだ娯楽ねあの蜂蜜次郎の あのー自分はあるんです5秒前ポートリバーズの人生はポリバケツはいこんばんは、えー、湿度23%やはり変わりませんね <laughs> <laughs> 人数が少ないとないはい、えー、お題がカラオケということで a、えー、皆さん カラオケメッセージたくさんありがとうございますねはーい引き続きメッセージ読んでいきたいと思います、はい、ポリコネーム東京のまーちゃんありがとうございます毎週送ってくれてる私のおじさんですね <laughs> まーちゃんおじさんこんばんはあさみちゃん今日でポリバケツ聴き始めて3週目なのに終わっちゃうんですか寂しい先ほどかぐや姫風の話でしたが 私の青春時代「風は22歳の別れ」という曲が好きですええー、からない私も22歳ヒットしていた頃私も22歳の青年でしたああもうばっちりタイミングがあったんです二、ね、<laughs> 22歳って青年なんだ <laughs> <laughs> そうですよ22は青年ですよそうなの、はい、カラオケでも字幕なしで歌いますよえー、そんぐらい好きなんだん今はカラオケ30年くらい行ってません あと3回の放送がっちり聞くからねオートリバースの皆さん活躍期待していますよーってありがとうございますありがとうございますーそうまー、あ、ちゃんおじさんねあの夫婦で見てくれてるわけよあ夫婦でなんですか <laughs> ありがたいじゃないですかそうそうそうであのおばさんの方は多分恥ずかしがってメッセージは送ってこないわけう素敵な夫婦で東京に住んでるから、はい、もう本当に昔々子供の時にしか このーちゃんおんじさんとは遊んだ記憶がないというかこのいとこ同士でねう<ー>そう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 でこのおばさんの方は何回か沖縄にも来てていつだ最今年も来てたの来てただからすごい、このまーちゃんおんじさんは最初なんかこうメッセージ来た時にん最初誰だろうって思ったわけ。<はい S 1> だけど だよーって言ってすごいこの身近親戚とかが送ってくるのって嬉しいよねそうですよね恥ずかしいけど嬉しいよねまあ僕もそのうち番組持ったらこうやって親戚のおじさんおばさんが送ってくれるのかなと思うと, <laughs> としかもなんかさ、ね、なん何週前だっけなんかセミの話になって何、はい、か「<laughs> あっちーあっち」って何かセミがいてさ <laughs> でそれに対しての、はい、なんか立つのがそのセミの鳴き方の真似して、はい とかそういうあの会の時にツイキャスでめっちゃセミのことで <laughs> セミの話になったらはい、はい、突っ込んでくる人がいてすごい昆虫好きなセミ好きな人なんだなってツイキャスも呼んでたんだけど、はい、あれ実はうちのお父さんじゃないってこのおばさんが言ってきてから、はい、でお父さんに聞いてみたわけお父さんもしかしてツイキャスツイッターみたいなのやってんのみたいなツイ,キャツ,ツイキャスってツイッター ツイ,スえツイッターに連動してメッセージがか送てるらっねツイッターやってる人じゃないと見れないってことそもそもツイッターとかしてるのと思って70のお父さんが、はい、で聞いてみたらなんかポケーっとしててでもやってるかやってないかの言わないわけさ、はいうん、違うよやってないよとも言わないしやってるとも言わないしどっちか, <laughs> なんか多分お父さんも数で聞いてるのかもしれないけど。<laughs> <laughs> <laughs> 匿名でなんか送ってるのかもしれないけどもしかしたらねもしかしたらもしかするかもしれないですよもしかしたらねはいそうですね、はい、じゃあ次いきますポリコネームみーつーさんありがとうございます今朝ポリバケツ今月いっぱいという投稿を見て衝撃です今日入れてあと3回毎週楽しみだったのに寂しくなるなまた番組やってねはいテーマカラオケ カラオケは得意じゃないのでほとんど聴くだけ、うん、この間同窓会の四次会でカラオケに行ったリンドバーグとか懐かしい曲ばかりでよかったアーチ立つのも懐かしい曲とか歌うではではってありがとうございますありがとうございます懐かしい曲しか歌わないですねか懐かしいってだから自分なんかの38の年の人たちの懐かしいって、うん、でも親世代のも歌うし 自分なんか世代の時の懐かしい歌も歌うしマイ・リトル・ラバーとかわかるあーもう懐かしいですよもうマイ・ラバーとかもめっちゃ好きだし、はい、なんかブリ,グリブリリアント・グリーンとか,ンとかすごいなんか、はい、で親世代のってなったらあのー、なんだろうえっとーコスモス山口百恵とかうんあとなんかイルカとか。 あとなんか「<お>ほんの小さな」「これ誰だっけ <laughs> 出来事に財前」みたいな「財前」「財前和夫」みたいな聞いた <laughs> <laughs> 財じゃないなんかグループだっけなんかさそういうのとかでも本当に昔の曲の方が好き。はい あれも好き。甘いろの。懐かしいですね。これは原曲の方ですか？うん全部原曲で歌う。ああいやあのこのこれってあのカバーで売れたじゃないですか？ああカバーかも。カバーし原曲って誰がやってるけ？男の人が歌ってるらしいです。あそうなんだ。はい。へえ。だから渋い歌らしいですよ。原曲はなんか甘いろの的な雰囲気です。あそっかそっか。はい。なるほど。あ。 小田和正ってあの日あの時でしょあの日あの時あの場所ででしょ懐かしいってことじゃないですか、ね、ああそういうことねちなみにあと1分ちょっとなんではい来週のテーマの方からそうですね<に>はい、もうあっという間にあの、エンディングなんですけどこれ CM も終わってるので大丈夫ですはいえっと来週のテーマは天ぷら天ぷら <laughs> 天ぷら <laughs> 天ぷらですか。天ぷら、もう天ぷらの何でもいいですよ。天ぷら何でもいい。あの来週があれって十あ二十三日でしょ。はい。天ぷらの日らしい。あそうなんですか。天ぷらとネギの日らしい。ネギにしようとしたけど、ネギの方が話膨らみそうだけど、あえて天ぷらでいきます。あえて天ぷらで。いや。 うち中天ぷら大好きですからね大好きだよね <laughs> 大好きですから、はい、皆さん来週のテーマは天ぷらです天ぷらですよろしくお願いしますねはいでえっと冒頭でも途中でも言いましたが今月でポートリバーズの「人生アポリバケツ」卒業します来月9月6日からは9月6日だ合ってるっけ9月6日水曜日、はい、合ってますこの時間の枠は、えー、サードウェーブ所属してる ススタブナインスタブナインの3人が番組持ちますので、はい、え皆さん、そっちも引き続き応援よろしくお願いしますね。えー、今日が終わって残り 2, 2回になるんですけど2回ともあっち1人でやるのでまたあの皆さんメッセージたくさんくださいその方がもり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 でいい感じなのでそうですね <laughs> 僕のお手伝いだけではちょっと心細いので <laughs> ぜひお願いいたしますありがとうございます。今日も楽しかったですよ、はい、来週天ぷら 天ぷら。天ぷらの。天ぷらの差し入れも待ってますよ。はい、じゃあねー、来週バイバーイ。